お元気ですか？谷村新司です。自分の周りに寝起きの悪い人って時々いたりしますよね。大体が血圧が低めの人が多いのかな。朝起きて動き出すまでに1、2時間はかかるっていう本人曰く大体そうですよね。でもその1、2時間のぼんやりしている時間も、その人にとってはとっても大切な時間なのかもしれませんよね。ちょっと早い目に目を覚まして、目覚ましかけて起きてゆったりと1日を始めていく、これいいんじゃないかなと思いますよ。さあ今日も明るく元気に一緒にラジテレ始めてまいりましょう。さて、今日のテーマは東京です。東京。今まで東京ってあんまりテーマで喋ったことなかったなと思ってちょっと、東京をテーマに取り上げてみました。谷村も東京で暮らし始めて45年ぐらいかな。まあそんなに長く暮らしていると全て、東京風、東京になるのか。いや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 。生まれ育った場所とか言葉っていうのはずっと残ってしまうもんですよね。これ消えないんですよ。東京で暮らしてても自分のふるさとの言葉、訛りっていうのはどうしても何かした拍子に出てくるもんです。自分をこう振り返ってみると、初めて東京に来たのは、ちょうど中学校でしたね。修学旅行かな、中3の時だから、14歳15歳の頃。ちょうどその修学旅行の時に、あの当時国鉄が、修学旅行専用列車っていうのを作ったんです。希望日の出というこの2種類、この希望号日の出号に乗って、初めての東京に、旅をしたって。その頃の記憶っていうのはほとんどないんですけども、覚えているのは、鮮明に覚えているのは東京駅の前、確かね、北口と中央口のあたりで、丸の内側のコンコースですね。ここに、なんかね、学生服着て全員集合させられて、先生の注意を聞いて、こういうの気をつけて、こういうのしないようにとかって、注意事項を延々言われてるのを、みんなそこにしゃがんで聞いているという、そのシーンだけ、なんか鮮明に覚えてるんです。東京の街がどうだったかって、全く覚えてないんですけど、まあ今みたいに、原宿とか青山っていうのがまだ全く栄えてなくて、上野公園かなのそばの学生会館、これ今もあるかも分かりませんね、学生会館というところで泊まったような気がしています。気がしているっていうか、ちょっとあやふやです。もうずいぶん前なんで、だんだん、おぼろげになってきておりますけど、